リクエストがあったのでスイカを描いてみます。まずは大まかに形を取ります。この一番出っ張ったあたりを強調します。スイカは単純な形なのでこのまま塗っていきます。大体の色が決まったのでティッシュでこすります。スイカの繊維っぽいところはこうやって鉛筆を立てて描いていきます。種は 5B でしっかり濃く描いていきます。最後は角を強調して完成です。